はいどうも、つっちです。今回はマッチョがモテる3つの理由をお話ししたいと思います。皆さん、筋トレについてこう思ったことはありませんか？筋トレするとモテるって本当？マッチョって女性受けいいの？筋トレしても意味ないでしょ。筋トレに対してこういう疑問を持っている方は多いかと思います。僕もね、昔はそういう疑問を持っていました。筋肉って服を着てたらそもそも見えないし、モテるために体を鍛えて意味あるのかよってね。結論から言うと、筋トレはモテに直結してるので、マジで体を鍛えた方がいいです。僕はもともと中高6年間男子校、ひもてコミュ障のガリガリのブスだったんですけど、筋トレを始めてからモテが爆増して美女を抱けるようになりました。この通り僕はマッチョなので、当然女の子からの夜のリピート率も上がります。僕だけでなく、僕がコンサルするお客様も筋トレを始めてめちゃめちゃ結果を出しています。24歳童貞から1ヶ月で童貞卒業と彼女を獲得、27歳童貞からたった2週間で童貞卒業と彼女を獲得、30歳童貞からたった2ヶ月で童貞を卒業し、3ヶ月目では経験人数5人増、41歳恋愛未経験からたった1ヶ月で彼女を獲得、他にもたくさんの人が結果を出しています。これだけ筋トレっていうのは男がモテるために重要なんです。筋トレがモテに繋がるのはもう科学的に証明されてますからね。今回はマッチョがモテる理由3つと、自宅で簡単にできるモテるおすすめのトレーニング3つというのを紹介していきたいと思います。この動画を見ればなぜモテる上で筋トレが重要なのかが分かり、どのようなトレーニングでモテるようになるのかが分かります。今日僕が紹介するやり方で一定期間頑張ればもうモテモテで最強のマッチョになっちゃいますから。マッチョになって美女を抱きまくりたい、筋トレをして女の子にモテモテになりたい、筋肉をつけて男にも女にも舐められない強い男になりたい、そう思っているなら今回もかなり貴重な話をすることになります。動画の最後には最短でマッチョになる秘密の方法を紹介しますので、ぜひ最後まで見逃さないようにお願いします。ではスタートします。マッチョがモテる3つの理由。1つ目、モテホルモンであるテストステロンが分泌されるから。テストステロンとは男性ホルモンの一種で、これの値が高ければ高いほどモテると言われている最強のモテホルモンで、女性の潜在意識本能に直接訴えかけるホルモンです。やばいっすよね。またチャレンジ精神があり、正義感が強く、リーダーシップがある男らしい行動の源で、スポーツ選手や起業家、ヤンキーや芸術家などはこの値がズバ抜けて高いとされています。この値が高ければ高いほど女性からモテて、しかも成功もしてお金も稼げるわけです。できる経営者とか芸能人とかって大体筋トレしますよね。彼らは筋トレをしてテストステロンを分泌することで、女にモテて金も稼げることを知ってるから、どんなに忙しくても必ずやってるんです。稼ぎたくてモテたいなら筋トレは必ずやるべきですね。あとは顔に関係なく、テストステロンっていうのは女性の本能を刺激するので、あなたがもし顔に自信がないのならなおやった方がいい。筋トレをしてテストステロンを分泌すると本当に顔つきが明らかに変わりますから、人によっては整形したんじゃないのってくらい変わります。テストステロンっていうのは男性ホルモンの一種なので、顔がオスっぽく男らしくなります。僕は普段パーソナルトレーナーなので、筋トレによってね、顔がかっこよくなったお客様を何人も見てきました。筋トレ以外にもこのモテホルモンであるテストステロンを出す方法は、ナッツを食べる、セックスをする、赤いものを見るなどがあります。この動画でテストステロンについてもっと詳しく解説してるので、ぜひね見ていってください。マッチョがモテる理由2つ目、セックスした時に女の子が喜ぶから。女の子はね、筋肉が大好きです。セックスした時に筋肉質な体だとオスとしての強さをもろに感じれるので、もうメロメロになっちゃいます。しかもマッチョって日本人男性に少ないので、差別化ができて、あの体とまたセックスしたいとなってリピート率が上がります。例えばね、もしあなたが巨乳でスタイル抜群の女の子とセックスできたら、またセックスしたいと思いますよね。それと一緒です。マッチョだと女の子もまたセックスしたくなるんです。今の時代マッチョは女の子に受けが良くないし意味ないよっていう人もいますが、そう言っていただけるとね、マッチョとしては非常に助かります。みんなそういう言葉に騙されて何かと言い訳をつけて筋トレをしないので、僕みたいなマッチョが一人勝ちできます。本当にね、ありがとうございます。僕の周りのマッチョたちや、僕の経営するジムでトレーニングをしてマッチョになったお客様はみんな美女と付き合ってますね。とはいえね、マッチョになるのは時間がかかるので、まずは今より体型が良くなるように改善していきましょう。デブやガリガリなのは恋愛においてとにかく不利なので、すぐに改善するようにしてください。マッチョがモテる理由3つ目、自信があるから。マッチョになるのってやってみたら分かるんですけど、かなりしんどいんですよね。毎回自分を限界まで追い込まないとダメだし、バキバキにするには食事も制限しなければいけません。どんなに気分が乗らなくてもジムに行くメンタリティも必要です。そんな過酷なことをマッチョは乗り越えて継続してますから、そりゃめちゃくちゃ自信がつきます。それはそうですよね。他の男が酒を飲んで好きなものを食べて飲んで遊んでる時に、こっちは食事制限して一生懸命トレーニングしてるわけですから、仮にそこら辺の男に絡まったとしても負けるわけがないとなりますよね。喧嘩は良くないですが、そう思える強気のマインドが恋愛では重要ってことです。そして筋トレの最大のメリットは、どんな人でも運も左右されず成功体験を積めることです。デブやガリガリだろうが、貧乏だろうが、運動神経が悪かろうが、絶対に成功しマッチョになることができるんです。3ヶ月半年といった単位で正しいトレーニング、バランスのいい食事を続ければ絶対に結果が出ます。こんな運にも左右されず誰でも成功できるものなんて他にありません。筋トレで結果を出せば必ず自信がつき、強気な姿勢になり女の子にモテるようになります。女の子は自信がある男が大好きですから。あとは自分の体は毎日見るものですから、朝起きてねシャワー浴びるときに鏡で見る自分がマッチョだったら嫌でも自信がつきますよね。逆に毎日鏡で見る自分がデブやガリガリだったらどうですか？自己肯定感が下がりますよね。仮に自覚がなかったとしても、脳は無意識にネガティブになってると思います。その毎日の差はでかいです。もしあなたが自信をつけたい、モテたい、成功したいと思っているなら筋トレはしましょう。筋トレにおけるメリットは分かったでしょうか？筋トレはモテるっていうのもありますけど、そもそも普通に健康にいいしメリットしかないから、マジでやってほしいですね。本当にモテるようになりますから。筋トレはやった方がいいのは分かったけど、どうやって始めたらいいのっていう人に向けて、僕が今から家でもできるモテる筋トレっていうのを3つ紹介しています。その前にお知らせです。僕の公式 LINE では、童貞や恋愛にブランクがある方でも
全くの恋愛初心者から3ヶ月以内に確実に彼女を作る方法を解説した限定動画5本を無料でプレゼントします。女性との出会いがなくて困っている、女性心理が分からなく何をしても絡まれてしまう、彼女が欲しいけど何から始めていいか分からないなどと悩んでいて、短期間で女性なりをして彼女を作り、女性やセックスに困らない人生を手に入れたいのであれば、ぜひこの下の概要欄の方から公式 LINE を追加して登録しておいてください。特定の限定動画を見て学び実践したければ、童貞などの恋愛スキルゼロの男性でも3ヶ月以内に確実に彼女を作れるようになりますので、特典が欲しいという方は消えてしまう前に受け取っておいてください。そしてこの他にもこのチャンネルでは恋愛に悩む男性のためになる動画っていうのをできるだけ分かりやすく解説してます。だからそういった動画を今後も見逃しないよって方は、今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックよろしくお願いします。ということで、家でもできるモテる筋トレ一つ目はスクワットです。スクワットはこのように前かがみになってしゃがんでまた立つといったことを繰り返す足全体を鍛えるトレーニングです。足は人間の体全体の6割を占める筋肉で、スクワットはその全体の6割にあたる大きな筋肉を一緒に鍛えることができる種目です。前に話したモテホルモンであるテストステロンはより大きな筋肉を鍛えることで分泌されるので、大臀筋、大腿四頭筋、下腿三頭筋を一度に鍛えることのできるスクワットはテストステロンを増やすのに最も効果的なトレーニングの一つです。初心者はまずキングオブトレーニングと言われているこのスクワットを習得するのがいいでしょう。スクワットのやり方は YouTube でスクワットやり方って調べると出てくるので、ぜひ真似してやってみてください。2つ目、腕立て伏せ。熱い胸板がね、女の子は大好きです。この胸板を作るには腕立てです。腕立ては胸筋、腕、体幹などの上半身全体を鍛えることができます。胸や腕、肩などこう見せる筋肉を鍛えることができるので、女性にモテる目立つ部分を鍛えたい方にはおすすめのトレーニングと言えます。腕立てはね、学生時代体育とかでやったことあると思うんですけど、フォームをちゃんとやるとね結構きついです。ベンチプレス 100kg 上げる僕でもちゃんとやるとねしっかりきついです。腕立て伏せはメトロンブログという YouTuber の胸を大きくする3分間トレーニングという腕立ての動画がめちゃくちゃきついので、それをぜひやってみてください。3つ目、腹筋です。女子が好きな筋肉第1位の腹筋ですね。腹筋が割れてる男は筋トレをしてる人の中でも数少ないので、もしあなたが腹筋割ったら強烈な差別感になり、めちゃくちゃ女の子の食いつきが上がるので、ぜひ割ってください。ちなみに皆さん腹筋割りたい、お腹をへこませたいと言って一生懸命腹筋やるんですけど、腹筋トレーニングしても腹筋が割れないのは皆さん知っていましたか？実は人間は最初からみんな腹筋割れてるので、体脂肪さえ減らすことができれば誰だって割れた腹筋を手に入れることは可能です。つまりどれだけ筋トレを熱心に取り組んで筋肉を肥大させたとしても、お腹に脂肪がつきすぎていると割れた腹筋は隠れて見えなくなります。腹筋が割れずに悩んでる人はスクワットをして基礎代謝を上げたり、食事を制限して体脂肪を減らすことに重きを置きましょう。とはいえ腹筋の厚み、デコボコの深さっていうのは腹筋トレーニングですので、やった方がいいですね。僕のチャンネルにあるこの動画でめちゃめちゃ効く腹筋トレーニングを紹介してるので、ぜひね一緒にやってみてください。今回紹介した家でもできるモテる筋トレ、ぜひねやってみてください。ただここまで話したんですけど、一番効果があるのは器具を使った重量を使ったトレーニングなので、早く筋肉を手に入れたいならさっさとジムに行くのをおすすめします。市営のジムでもエニタイムでも何でもいいです。最初はやり方が分からず効率が悪いやり方をしてしまったり、結局ねサボったりしてしまうので、パーソナルトレーニングを1回でもいいので受けるのをおすすめします。価格は普通のジムに比べたらちょっと高いんですけど、その方が筋肉がつくのが早いですし、人生長いのでね、長期的に見ればそっちの方が結局全然コスパがいいです。ぜひね筋トレ頑張りましょう。ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思った方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。僕が話したことをコメント欄にアウトプットするだけで記憶に定着します。僕の動画を見たら必ずコメント欄にアウトプットするようにしてください。僕も必ず返信させていただきます。次回も役に立つ恋愛スキルを配信しますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。